この宗教、いろんな宗教、もしくは宗教の中のですね、宗派なんかによってもかなり違うんですが、修行が必要な宗教とですね、修行も何にも必要じゃない宗教とがあるんですね。それから元々の開祖って言いますか、宗教を作る人、例えばイエス・キリストとかお釈迦さんとかマホメットなんかもですね、修行のいる方といらない方がおられるわけですね。例えば、イエス・キリストは若干の修行をされております、お釈迦様が一番厳しい修行をなさったように思いますが、マホメットは全く修行しておりません。で、この、一番極端にはお釈迦様とマホメットというのを比べますとですね、お釈迦様は苦しみ悩み、そして、6年間ぐらいの厳しい修行と瞑想の末にですね、ある真実に到達しておられますけれども、マホメットはもっと簡単でですね、言ってみればですよ、ある時に突如、天使ガブリエルが現れて、アラーの神のお告げを言ってくれたと、自分はそれをただ予言して、つまりその言葉を預かって、それで、人間に伝えたわけであるので、私は別に修行も何もしてないよと、偉い人でもないよって、こういうスタンスなんですね。仏教の宗派でも、ちょっと古い、鎌倉仏教の前の、平安時代ぐらいの宗派はですね、どちらかというと厳しい修行というのが課せられるんですけども、鎌倉になってしばらく経ちまして、親鸞ぐらいが現れるとですね、とにかく南無阿弥陀仏唱えればいいよという、こういうふうになりますね。大乗仏教と小乗仏教もちょっとそういう傾向が、あるわけですし、それからカソリックとプロテスタントの間でもそういうのがあると。でこれは僕がずっと長い間ですね、疑問に思ってきたわけですよ。なんで修行というのが必須じゃないのか、人によって違ってるのか。確かに神様がおられればですね、修行しなくても神様を信ずれば、それで終わりかもしれないし、しかしそれだけじゃダメだというなら、修行をしてですね、自分を高めなきゃいけないし、どういうふうに考えるべきなのかなと思っていたんですが、最近ですね、私虎ノ門ニュースとかいろんなところで、人間の入力と認識における入力と出力という問題に取り組んでいたので、それをまとめてある程度お話をして、また考えてたわけですけれども、どうもですね、人間っていうのは大脳に支配されるわけですね。人間のその出力っていうのは、古い脳があり、遺伝子があり、大脳があり、それからイワシのような集団での行動、人間の場合でも細胞間の問題、エンタングルメント、量子力学で言えばエンタングルメントの関係、それからタバコのニコチンに相当するんですが、セロトニンとかドーパミンっていう脳の活性物質の関係という、5つの判断基準というもので我々は判断しているように、私には感じられるわけなんですけどね。そういたしますと、修行というのは何をしておられるのか、お釈迦様の修行の状態、もしくは日本の仏教の修行の状態、それからキリスト教とかそういうのでも修行みたいなのがあるんですが、それをこう、学んでみますとね、修行というのはどうも大脳の判断から外れると、離れると、もちろんセロトニン、ドーパミンの判断からも外れると。それで何が残ってるのかっていうと、主には遺伝子の指令ですね、我々の判断に関する遺伝子の指令を聞くということのできる能力をつけるために、修行が必要だと。つまり、まず例えば心を無にするとかですね、それから私利私欲を捨てるとかですね、それから、感覚を、厳しい修行によって感覚を研ぎ澄ますというのは何をしているかというと、できるだけ我々は大脳とか、セロトニン、ドーパミンみたいな、そういう日常的に使用している認識系を捨てて、そしてまずは古い脳組織、もしくはもっといけば我々の
体の中にある遺伝子の指令というものに耳を傾けることのできる人、そういう人になるために修行というのが必要であるというふうに、まあ、考えられるわけですね。つまり我々が 神の声と神のご指示と言ってるものはですね、実は、まあ、神かもしれないんですけど、それは否定も肯定もしないんですが、つまり遺伝子の指令というのが、人間が大脳が形成されたことによって、強くなったことによって聞こえなくなっちゃったわけですよね。例えば私がこの前もちょっとアコースティック哲学でお話したんですけども、例えば自分の命よりも子どもの命を大切にする、これは遺伝子の指令を聞くことができる鮭とか、まあ、そういうのはもう簡単に分かると。それから哺乳動物でも群れのために自分の命を捨てると、これは閉経生理が終わったメスは全てその声を聞こえると、つまり利口よりか利他であるということは、まあ、遺伝子の命令することなので、脳が発達してなければ必然的に利他的になるわけですね。もちろん利己的行動ってあるんですけど、利己的行動っていうのは、群れに影響がない、子供に影響がない時は利己的なんです。それはまあ本当の利己と利他が相反する場合なんですね。利己と利他が相反する場合は遺伝子は利他を取るという、そういうことですね。これは例えば悟りを開くとか、それから右の方を打たれれば左の方を出せとかですね、全てはアラーのためにとか、そういう、まあ、いろんな宗教の方が言われている、いわゆることというのは遺伝子に書いてある。なぜ遺伝子に書いてあるかというと、遺伝子は、まあ、少なくとも12億年、まあ、生物が生まれてから38億年なんですけども、両性生殖ができてから12億年の経験で、まあ、真実というものを、まあ、理解しているわけですね。つまりその遺伝子というのはトライアンドエラーなんですけども、トーターとかそういったトライアンドエラーで真実というものに到達している。それが書かれている書物が実は遺伝子である。その遺伝子が命ずるところを塞いでるのが大脳だと。大脳はわずかな経験ですよね。生まれてから、まあ、せいぜい、まあ、30年とか50年とか100年とかいう経験のもとで、しかも錯覚なんかが非常に入った大脳の判断系っていうのが我々に与えられていて、それが人間には非常に強い影響を及ぼす。したがってそれが煩悩の元になる。したがってそれは何かのことで修正して、やらなきゃいけない。その修正する手段としてはですね、やっぱり人間が大脳を捨てるってことは非常に大変なんで、そこで修行が必要になるということではないか。そうすると、まあ、修行が必要だとも言えるし、まあ、修行をする人は一部の人でいいと、あとの人は修行した人から聞けばいいと。例えばお釈迦様が厳しい修行をなさって、まあ、そのお釈迦様の言葉とか、まあ、例えば、イエス・キリストとかマホメットって非常に例えば感受性が強くて、あまり修行をなさらなくても遺伝子の声を聞ける特殊能力の人、まあ、その人の話を聞けばですね、他の人たちは修行いらずに、遺伝子の指令を聞くことができる。それで遺伝子の指令を聞けるようになると、まあ、性格も穏やかになり人格も高くなる。だから修行した人っていうのは、穏やかになるし、物に動じないし、まあ、人格も高い。これはまさに遺伝子というものが、まあ、12億年の、生物の知恵を持って構成されているからである。したがって私たちは2つ方法があって、自分で厳しい修行をして直接自分で遺伝子の指示を聞くことができるようになるか、それとも、まあ、マホメットのように、ムハンマドのようにですね、天使ガブリエルという人から、まあ、その内容を聞いて、まあ、それを大脳的に理解するという、そういう2つの方法があるんじゃないか。これが修行があったりなかったりする、まあ、一つの大きな理由ではないかと、まあ、いうふうに思ったりいたします。